大雪海の会な、星1。内容は薄味のナウシカ、文明崩壊後の大樹の上で虫を食べて生活してる海なの村に、地上からヒロインがやってきて自分以外の若者が存在しない衰退した村から地上に降りて地上の人族の人助けをするシナリオ。無駄シーンや無駄エピソードが多く物語の進行は極めてトロク3倍速とスキップを多用するくらいでちょうど良い。ヒロインが頭を花畑ちゃんで盗みを働いて因果応報するおクソガキ様を助けるとか命よりも大切な地図を燃やすとか目も当てられないくらいの頭ゆるふわちゃん。本来は6話で完結できるボリュームのシナリオを無理やり無駄シーンを入れて11話まで遅延するとかそれなら敵の女騎士のエピソード入れたり、なぜ敵の国がクソバカな老害がトップになる国になったのかのエピソードを入れろよといった作り。最悪なのが薄味で散々引き伸ばしたのにもかかわらず、11話で完結せずに俺たちの明日はこれからだして肝心な部分は映画版見てくださいといったブルーエンド見たかったらエクステンションパック買ってねといった詐欺にも等しい行為をする戦略。たくさん詰め込みすぎてどうしても収まりきらなかったので劇場版になってしまいましたならまだ言い訳の余地はあるが内容が薄味の引き伸ばしアニメだったので撮影すら覚える。コミック版ナウシカがいかに名作だったのか？よくわかる作品。最後にラッキースケベした主人公をヒロインがパワハラするシーンがお約束として出てくるが男女平等三角社会においてその手のお約束はメスがオスのクズに〇〇ちゃん可愛いのに独身だなんてねと言われるくらい不快になるのでもうアニメに入れ込まない方が良いとおまんじゅうは感じる。